タグついたもん。こんな感じでビッグシルエットの、そう、あ、いいなって思って、あふい、何これです、これです。まあ彼はそっちの道じゃないみたいな。見えます、これです、さっき買ってきたやつ。はい、着替えます。はい、タグついたもん。タグついたもん。僕は買ってないですから今日は。そう、勇気が急になんか、ね、T シャツ欲しいみたいな。そう、 T シャツを買いに T シャツ買うか、なんだっけ、何をするか二択だったの。 T シャツ、あ、テントを建てるかみたいな。そうそうそう、そう、テントが嫌だったんで T シャツにしました。そしたらいっぱい買うっていう。まず一着目、はい、こんな感じで。すごい、なかなかない大公開。こんな見えます。白飛びしてる。ちょっとね、白飛び。あ、ちょっと暗い。もうちょい。あ、ここをいじってください。このぐらいでいいでしょうね。はい。一着目これです。それ何色？白。クリーム。クリームカラーで。お気に入りです。あの汗のね、汗染みがないんだっけ。に目立たないんだよね。そう、はい、XL で、あのタグ付き、はい、そういうあれですね、ビッグシルエットの。そう、最初からこういうなんかやつでね、はい、後ろがちょっとこう前より長いんで、だいぶねいい感じですよ。まあこれはもう夏、夏ですね、はいはい、お得な、はい、はい、これ1500円。2着目こちら、あんまりこういうシャツ買わないんだけど、なんかパッと見た時に、あ、いいなって思って、買いました。これがセールで990円だった。だいぶ安かったよ。で、素材もなんかその厚い生地じゃなくて、ちょっとこう夏っぽい生地感なんだけど、まあちょっと夏は、ね、夏でも着れそうじゃん。着れるは着れる。まあめっちゃ暑いとね、XL でちょっとビッグシルエットシリーズ、ビッグシルエット。そうそう、ボタンずれてない。ボタンわざと、あ、わざとずらしてますからね。よくある。ではちょっと大きめにこう着て、うん、それでどこに行くんですか、うん、それ着て原宿とか。原宿歩いて何、ああ、あれか、山形にある原宿ラーメンってやつ。これもタグ付き、タグ付きコーデ。え、その上から来ます。はい、あ、で、これ最後ですね。最後はもうね、これです、これです。こんなの買っちゃいましたからね。もう秋、秋というかもうがっつり秋です。これです。これも XL で、はい、なんかあんま持ってないかったね、こういう感じの。いや、まあまあ、まあ、ビッグシルエットの前ね、俺ね、中古の、あ、中古じゃない、古着屋さんでそういうシルエットのやつ買ったら、母親にそんなのやめなさいって言って送り返したっていうのはありますけど、まあね。でもこれなんかもうヒロが見つけて、はい、でももう、いや、僕のあれなんですよ、タイプの服で、で、俺ユキが買う、あの、なんかヒロがちょっと着てみてって言ったら、着たら、あ、買おうっていう、はい、即決でした。取られました。これ3990円。安いよね、だいぶ。安いと思うよ、だって普通にこういうの買ったらさ、1万5000円とかするじゃん。まあね、さすがユニクロです。だから今日これ3点買って、まあ最近ここ2年ぐらいの中で一番大きい買い物ですよ。はい、はい、7500円ぐらい、うんうんうん、が、なんか会員登録初回割で500円引きできたんで6500円、あ、7000円ちょっとか、うんうん、が500円引きで6500円。まあ安いですよね、うん、あれですよ、なんか昨日知ったんですけど、洋服もなんかその人と環境に優しい服みたいなのがあるみたいで、うん、フェアトレードでやってる服もあるみたいで、そう、なんかね、あんまりやっぱ仙台にたまにその辺の情報が急に、なんか踊ってますけど、何ですかそれは。あれ、踊り用なんですね。エシカルファッションって言うんだけど、うん、人と地球に優しいファッションなんですよね。あ、
で、フェアトレードとかを採用してますと。で、サスティナブルな洋服になっているので、僕はちょっとそれを今後着ていきたいなと思ってます。はい、少しでもやっぱり、ね、ゴルフも大自然ですけど、やっぱ環境にはね、いいもの、そして人にもいいものは、ね、使いたいんで、まあ彼はそっちの道でないみたいなので、人にも環境にも、こうね、残酷な、いえ、ですけど、まあでもしょうがない、それは。暑いんじゃないですか。まだ今日35度です。真夏35度にその格好して歩いてみたみたいな。歩いてみるもうやばい、もうびしょびしょだよね。もう今日買ったばかりの服が汗じみがつかないと思ってんのに汗かきまくってついちゃうみたいな。これズボン今日これ、まあこれも前買ったユニクロなの。それユニクロなの。ユニクロあれじゃないの。あれコムサじゃないの。コムサそう俺のだよ、うん。まあ、こういう色でもいいですし、あのベージュでもいいんですよ。こういう、これこの間ね、GU のコーデ、うん、こういう色でも合いますよね、秋にぴったり、うん、なんかね、服作りたいな、マジで自分のこれ好きですね。なんか生地、作るとこからやってみて、うん、作れんの生地って。作る麺とかあれらしいよね、なんかその麺に数回しか取れないんだけど、本当は2回とかなんだ。そう、これいいな、マジで。何それ気に入った。もう忘れちゃいけない。ページ忘れちゃいけない。ほんとだ、やば。ちょっとサムネ撮ろう。これ着て、はい、これな。俺はいいから。うん、いや、ほとんど見てないからこれ。サムネになってるのかな。トリプルエイのステージーション。そう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 。確かに。何そうそうそう。でもすごい気に入ってますよ。うわっ、デカ8。8じゃないし、あんまなんか優しいこと思わない。よく日誌をね、こうやって着ますよね。もう着てんのか着てないのか分かんないみたいな。まあ彼は何でも似合いますから。もはや肩で羽織ってますか。まあでもね、そういうシルエット系は珍しいというか、襟ががっつり折れてますから、ね、なんかね、そのさ、新品の服をさ、買ってさ、企画したいよね。なんかその、なんだろう、それでアイス食べてみた。水曜どうでしょうね、引っ張られすぎでしょ。じゃあそれでこぼさないかなと思って。いや、そしたらあの激辛ラーメンとかそっちの方に。あ、もう汗ザラザラで。いや、もう跳ねるじゃん、ビジャン。まあ跳ねるけど、ミートソース。激辛ラーメンになる。ミートソースなんだろ。激辛ラーメンか。まあ何でもいいんですけど。ユニクロの中が涼しくて、買っちゃうんですよ。うん、あれなんかね、狙い…買っちゃうんです。いや、買っちゃうっていうか、涼しいから、別になんか、羽織っててもさ、あれじゃん。あ、まあ確かに、気にはならない。熱くないじゃん。で、GU 入ったら GU は熱かったんですよ。うん。ユニクロは、資本力っていうか、フィリピンのなんかね、商業施設みたいに、キンキンに冷えてるっすね。確かに。だから、買っちゃう。何ですか、これを見せられてるの。全部カットですよ、もう。でもこれあれだよね、夏っぽいっていうか、あの、まあ、ね、PV とかで使おうかな、PV、2人のサマータイム、あのね、いいよね、 PV ね。今度ね、パンツもね、欲しくて GU 行ったんだけど、ちょっといい感じのがなくてね。はい、まあね、この後はどうします。この後は終わります。どこ行きます。いやどこ。じゃあ別に終わりだそうなので、はい、今日はこの辺で終わりにしました。はい、ありがとうございました。バイバイ。では。